私の個人のブログなんですけれどもブログでもあの随時冬ちょっとプリンスホテルの許可を取ってこうスノーシューで入って冬のガーデンの様子なんかもちょっと1回ぐらいしかお届けできないんですけれどもしていたりあとフェイスブックの方もあのやっておりますので今までのガーデンの様子ですとか花のこう種類なんかも見ていただけるのでそういった形で冬は楽しんでいただけたらなと思います。来年は ゆりなどのすごく香りのいい花も増えますので、ぜひナイトガーデンもあのもっとたくさんのお客様にいらしていただけたらと思います。あとはカジノガーデン自身大きな変化はないんですけれども、あのワイルドフラワーガーデンなどの新しい散策路もあの造成する予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。